皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。本日は企業様から提供いただいた商品の紹介の第2弾ということで、前回と同じく IWI から出ているコンシジョンのローラーボールを紹介していきたいと思います。こちらは今月の8日に、6月8日に発売されたばかりの新作のボールペンということで、楽しみですね。ではこちらを開封&レビューしていきたいと思います。最後までご視聴いただけたら幸いです。それでは始めていきます。当チャンネル初めて見てくださった方なら、ドクアスと申します。万年筆とかアッシャーペンシル、ボールペンなどの筆記具に関しての動画を上げています。チャンネル登録してくれるとめちゃくちゃ嬉しいです。それではやっていきます。パッケージはこのようにプラ製のもので覆われています。前回の多機能ペンと基本的には同じです。ところどころ文字の印刷部分とか異なってきますけど、基本的には同じです。それではパッケージを開けます。それでは開きましたので中身出していきたいと思います。プラ製のパッケージなので中身見えていたかもしれませんが、こんな風に本体とリフィルが入っています。ボールペンの方は艶消しのシルバー軸で、リフィルの方はシュミット製のブラックインクが付属しています。それではボールペン本体取り出していきます。こちらが今回紹介する IWI のコンシジョンのローラーボールになります。持ってみた印象としては金属製のペンなので少々重みがあります。こちらが付属するボールペンのリフィルになります。シュミット製の 0.6 ミリのブラックインクで、ローラーボールなので水性のインクになります。リフィルの入れ方はボールペン本体の軸とグリップ部分ネジ切られているので、そこを開けていただいて、で軸の方にリフィルを差し込むという、一般的なローラーボールと同じ形になります。それでは準備ができました。このペンのデザインなんですけど、両端が斜めにカットされていて、とても美しいデザインになってます。キャップと軸の段差がなくて直線的なデザインが特徴です。僕の今までの、中国製の万年筆とかのイメージなんですけど、華美な装飾とか、結構ド派手なね傾向にあるものが多いと思ってたんですけど、台湾の製品はこういう引き算のデザインの美学みたいな、そういうところが取り込まれていて、そこが結構好きですね。このペンが入っていたケースは、このように蓋が付属していて、こんな感じで缶ペンケースのような使い方もできます。中のペンを保護していた、厚紙のようなものを取り外せば、全然普通にペンケースとして使えると思います。それではカメラを動かしてペンの細部を見ていきたいと思います。クリップは光沢のある仕上げになっていて、このようにペンの先端部は斜めにカットされています。軸とキャップの間には光沢のある中間リングが埋め込まれています。キャップの方には IWI コンシジョンと印刷されています。それではキャップを開けます。キャップを開けるとグリップ部分が見えてきます。全てねシルバーで統一されていて、なかなか統一感のあっていいデザインだと思います。キャップの方もこのように斜めにカットされています。先ほど言った通り、後ろの軸の方にも斜めのカットが施されていて、シンプルながらね、こういう遊び心のあるデザインが取り込まれていて面白いですね。それではこのペンの全体像を写していきたいと思います。こうするとね、このペンのデザインがわかりやすいと思います。直線的なデザインの中で両端が斜めにカットされている、これは私の感想なんですけど、トンボ鉛筆のズームのようなシンプルながらちょっと遊び心を足す、そんなような意匠を感じ取れてとてもよく思います。それではこちらのペンで試し書きをしていきたいと思います。キャップは外して軸の後ろの方に刺せる仕様になっています。軸の後ろの部分が先端に行くにつれてすぼまっているので、デザインの面でもキャップを刺すという、実用的な面でもいい結果を生み出していると思います。私はキャップを刺した方がバランスがいいと感じました。書き味はやはりローラーボールということで、水性のインクを使っているということで、インクの粘度がないのでサラサラと潤沢にねインクが出てくる印象です。かなり滑らかで書きやすいです。円形が 0.6 ミリということで、ギリギリねノート取りにでも使える神経だと思います。
こちらのペンの価格は今現在 Amazon で調べてみると2750円でした。まあ、この価格帯だとローラーボールであるとすると、まあ、サファリのローラーボールなんかと競合すると思うんですけど、まあ、こちらはこちらなりにこう金属製で美しいデザインということで魅力があると思います。まあ、サファリなんかはね今現在いろんな人が持っていてあんまりね個性を出すのが難しいという点もあると思います。まあ、そういうところでねこういう新製品を買ってみるっていうのもいかがでしょうか。最近の台湾のブランドは面白いですね。それでは今回の動画これにて終わります。最後までご視聴いただきありがとうございます。 Twitter と Instagram で写真を上げています。もしよかったら覗いてみてください。重ね重ねてありますがチャンネル登録してくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。それでは動画終わります。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。